則説明階段について。高単価で指名されるキャドオペレーターへの第一歩、初めての建築ビーム21日チャレンジです。お届けするのはワンオペで男の子3人を育てている私、建設のアナウンサーです。どうぞよろしくお願いします。高単価で指名されるキャドオペレーターへの第一歩、初めてのビームシム21日チャレンジは指導しています。でそちらですね、皆さんの感想とかですね、スタンプっていうのが励みになります。ありがとうございます。こちらですね、今スラックで稼働しているんですが、そのスラックでいただいたご質問についての解説動画となります。こちらですね、階段が届きませんっていうところですね、エラーが出ますっていうところで、階段1階から2階までにしてあるはずなのに届いていないっていう、段数も合っているはずなのにっていうところですね。この相対の高さとか多分ちょっといじられたんじゃないかなっていう風なのがあるんですが、ちょっともう一度再度ですね、階段を作ってみようという回です。はい、階段の作成についてです。その疑問にお答えしようと思っています。はい、階段の作成について。レビットの階段って結構めんどくさい階段になります。なんでかっていうとですね、普通の階段スケッチで描くんですが、構成部材によってですね、段数が変わってきます。で、今回の場合は構成部材というよりも最初の数値設定な気がするんですけれど、ちょっともう一度ですね、再度見直していただきながらやっていきたいかなというふうに思っています。はい、実際の画面ですね、見てみましょう。実際のレビットの画面です。ジャンっていうところです。今こう3正面だけ引いてありますという形で階段ですね、選択していただいて、もこの時点で1階から2階っていうところを入れていただいて、線ですっていうところにします。でそのままですね、左左で持ってっていただくっていうところ、で、何が違うんだろうっていうところでいくと、まず先ほどのにちょっと戻りたいかと思うんですが、ここですね、多分コンクリートかなんかにしてさしてるんじゃないかなっていうところ、スラックのところですね。ちょっとこれはエンジンなのでこちらと一緒な気がするんですけど、なんか他のでいろいろ作っていただいたのかなと思うんですが、まず部材が何かっていうこと、あと作成していただくときに必ず下から上じゃないと書けないので、下から上になってることっていうのをですね、再度ちょっと確認をしていただいて、あと階段なんですが、階段のところですね、多分ここはなっているのにっていうところになると、このプロパティの中にある選んでるものが違う場合と、あとこのタイプの編集の中にいます、あまりこういじりすぎてですね、この計算規則のところをいじってしまうっていうのになると、届かない階段を作ってしまうっていうことになってしまうので、そこはですねちょっと注意していただきたいというところと、あとここですね、この数値がこのいただいた時のこの数値とちょっと違っていたので、そこもちょっとチェックをしていただいた方がいいかなというふうに思います。はい、いかがでしたか。モデルを作るだけじゃなくサクサクできるようになると、申請とかですね、施工ビームに向けてのクラウドソーシングだったりとか、例えばこんな感じの案件だったりとか、はい、この上のランクのチャレンジにてまたお話できればいいと思います。はい、不明点があればまたですね、お話しいただければと思います。オンラインサロンですね、スラック等でいただいたご質問についての動画はまだまだ続けていきますので、ご質問のある方はですね、スラックのこの質問のところですね、投稿いただくと嬉しいです。動画を最後まで見てくださり本当にありがとうございます。それでは最後にありきますよ。ご準備はよろしいですか？じゃんけんぽん！またねー。建設のアナザーはノートと YouTube で展開しています。もしよろしければノート YouTube で私を探してみてください。では、またねー。